新面武蔵の神藤原の春ぬぶ、ごめん、やり直し。サーバントセイバー、新面武蔵、ここに水山。面白おかしく過ごさせてね、マスター。ありがとう。では、ご期待に応えましょう。心機一転とはこのことね。この先もよろしくね、マスター。おお、食いぶちばかりでなく、衣装まで面倒見てくれるなんて。君、人が良すぎない？死闘一心、五輪に処す。私をここまでその気にさせるなんて、この、ほんとうまいんだから。我が剣、未だ空に至らず。されど我が神宝は、如意自在の位に達す。感服しました、我が主。これが私の、最後の姿です。君のところじゃ女剣士は珍しいのか。いや、まあ私のところでも珍しかったんだけどね。ともあれ、よろしくマスター。いいわね、このマスターって響き。二刀流じゃないのかって。二点一流は別に二刀使うんじゃなくて、何でもやるって考えなんだけど。あとはまあ親父殿への意趣返しかな。最近妙に視線を感じるんだけど、マスター、私の剣じゃなくて体に関心があるのかしら。そういうことならもっと修行しないとね。私を倒せるぐらい強くなってくれる、マスター。ごめんごめん、ちょっと待った。二人きりの時に密着するの禁止。そうです、美少年は好きだけど男女の関係は苦手なのです。だって初代持つと剣の切れ味が下がるぞって仏様がですね。もうダメ、煩悩発べし。まさかこっちが先にほだされるなんて。ちょっと滝で頭冷やしてきます。でも嫌ってわけじゃないから、そこは微妙な剣士心を分かるように。さらさら出る？私はいつでもいいわよ。
私の武器はこの刀、君の武器はこの私、使い潰すのもめでるのも持ち主次第よ。私たちの関係ってそういうものでしょ。どこまで本気なのかって食いぶちをもらってる身だもの、君が私に飽きるまで精一杯お付き合いいたしますわ。え、小次郎？本当に？ちょっと何あれ、あんな小次郎いるもんですか。強い弱いの話じゃなく、もう空位に達してるじゃない。あ、タヌキが化けてるのか。シャナオがいるって楽しみにしてたのに、女の子じゃないあれ。私の牛若丸を返せ。有名な侍が女の子なんて、こっちの世界は間違ってない。あの赤いセイバー、ほらビロードの袴を履いた子、私の好みじゃないんだけど、どことなく近いものを感じるのよね。今のうちにやっとくか。好きなもの？そりゃあもちろん美少年。いえ、なんでも。剣の修行とか、そりゃあ好きでしてよ。嫌いなものか。あれかな、人の矜持を自分の楽しみのために踏みにじるやつは論外。あと、お腹減ってる時に襲いかかってくるやつね。え？これ見よがしな祭りの気配。でも人生は一期一会、甘い誘いにも乗りましょう。